はい、はい、おはようございます。おはようございます、はい、誰って感じですか。そうですね、商品盆栽愛好家のひるまです。ああ、ひるまさん、今日も一緒に勉強していきましょう、はい、帽子で目が全く見えないですよ、影で。あ、そうか。そこまでしてかぶんなくてもいいだろうって。帽子はあれなんですね、もらったんです。なんとなくわかると思いますけど、娘さんから。ああ、よく、もうその通りなんですよ。だから昨日の夜、どこのやつ、これは SNSH、 これは多分ソフトバンクホークスホークスじゃないですかね。もらったんで、娘さんからのプレゼントです。なかなかないんでちょっと自慢してますけど。ですね、今日は商品盆栽の話をちょっとしたくてですね、ちょっとこれ長くなるんだってカットしてもらったんですけど、はい、商品盆栽って20センチ以下ですよね、うん、45センチまでが中品で、はい、その上がまあ大品っていう、まあ、我々大物とか大型盆栽呼ぶんですけど、うん、やっぱりこれだけ多様化してきてるんで、商品と中品の間に、まあ、寄付っていうのがあるんですけど、これね、気をつけなきゃいけないのは、ある方たちにとってはその寄付っていうのは使わない言葉なんですね、うん、要は大中小しかないよって、寄付なんてないんだよっていう人がいるんで、ちょっとそこは使い方気をつけなきゃいけないんですけど、で今度商品の中でも細かい定義は私もはっきり分かんないですけど、例えば10センチ以下のミニ盆栽だったり、うん、でさらに5センチ以下って今定義しちゃってますけど、うん、豆盆栽だったりとか、うん、でさらに最近、うん、この P かもしれないですけど、フジマックさんとかがね、うん、ミニ盆栽っつって、うん、多分1センチ以下ですよね、っていうふうに、うん、P じゃないですよ、別に。 P じゃないから。雑誌にも載ってたじゃないですか。あ、そう雑誌にも載ってるんでね、はいはい、商品盆栽っての中でも いろいろ分かれててっていうことで、うん、で先日所沢の花木会というね、はい、展示会に行ってきまして、非常に会長さんが素晴らしい方で、まあ、技術もあってセンスもあってということで、その方の木が欲しいなっていうことで行ってきたんですけど、うん、これが方の木というか、その会にしては大きいんで、どなたも手に取らなかったと思うんですけど、はい、赤松好きの私としては見た瞬間にもうすぐ手に取ってると、うん、もう一つね、その会長さんの心拍をぜひ欲しいということで、はい、一番で行きまして、まあ、実はゲットできたんですけど、ちょっと見ていただきたいんです。あるんですか。すごいんですよ、びっくりしますよ、はい、隠して、そんな手に隠れるサイズなんだ。隠れるサイズ、隠れてます、隠れてます、隠れてます。はい、はい、いいですか。はい、にん、うわ、すげえ。すごいでしょ。これですからね。あ、すごいな。すごい世界ですよね。これだから5センチなんですよ。これサムネになっちゃうな、こっちが。これがサムネになっちゃいますよね。ね。これがね、普通はね、これだって10センチとか、だから半分ですよね。うん、こういう世界なんですよ。これすげえな。ね、でしょ？って感動しますよね、このちっちゃさ。まあ3本あったうちのある方が、まあ、置いたみたいなんで、はい、私がすかさず取ったんですけど、まあ、これも畳み込んで売られていて、会長さんとも話してたんですけど、そしたらこれは鉢材だよって、まあ、遠慮気味に謙遜されて言ってんで、まあ、鉢は鉢で、紫水さんって言って、これは有名な気楽会の会長さんの鉢で、はい、でも確かに鉢もいいけどやっぱり木もいいと。で言われたのはね、こういう下がってるやつは少し上げないと元気つかないから 0.5 ミリのアルミ線でかけてって言われたんだけど、うん、持ってないですから0.5 ミリって使ったことないんで、うん、そういう世界だってい う, うで、正面もね、ここもう一つあるんですけど、うん、これこっちもいいんですよね、うん、で最終的に私とその会長さんでこう頬をすり寄せながら、くる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 回しながら、うん、ちょっとこっち振ったところら辺がいいかなってね、いう感じですね。ここのこのグルっていうところを見せたいなっていうところで、うん、こっちだとね、もろにこう丸く見えちゃうんですね、というのもあって、ちょっとこんな角度か、こんな角度、ね、はい、でどうだろうかというような話になったんですね、という、まあ、本来この大きさをやられてる方なんで、うん、まあ、これはちょっと大きいということでゲットできたんですね。すごい世界。今日こっちの話になっちゃうから。そうですね。これがこの動画ですね、多分。ね、だってこれだってかなり小さいですよね、これね。93シリーズの。私の半分ぐらい、うん。そうですよね。なんか新たな世界が見出したということで。え？どっちも行くんですか？商品盆栽愛好家のひるまです。いやもう。いやもういい。棚がね。棚がスッキリするかもしれない。そう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 。
でね、実はこれはね、この木の良さっていうのはやっぱりもうだいぶ肌がきてますんで、うん、古くなってきてて、頭が実はこの太いのと、はい、こちらの太いのと、うん、あるのと、ここの曲がりですね、ここの、これが難しくてですね、これはなんとか下ろしたいんですけど、これ非常に嫌なんですよ、これ割れるんですよ、この、なんでこれをどうするか、これちょっとあの後で針金かけ説明、昼間理論っていうのをちょっと説明したいなと思ってて、短くしろって言われてるのに、はい、なんか長くなりそうな雰囲気が、もうすでにもうオープニング10分ぐらい10分ぐらい喋ってますからね、喋ってますね。ではこちらの話にしましょう、はい、あの正面はですね、この幹、幹模様があって腹がへこんでる方がいいよっていうことからすると非常に、でここの落ちが見えますから、うん、まあ、これはやがて下ろすとして、この辺の正面がいいかなっていう感じはするんですね、はい、そうするとこれが芯になっていって、はい、そうすると後ろが重いですから、そうですね、これ取っちゃえって話になるんですけど、そうするとね、ちょっと裏枝が一つなくなってしまうというのがあります、うん、もう一つ考えているのは、こちらを正面にしてこの出が出るところですね、これはですからこっち下側に多分下ろす、降りれば下ろします。で、こちらを正面にすると今度これか、これが頭になってくるのかな、うんうんうん、ということでちょっとね近いんですよね、ここの出てすぐここが距離が短すぎるって、うんうん、なんでやっぱりこっちの太いのは取っちゃってそっちで作ろうかなと、そうすると今度これが裏枝として生きていくんですね、うん、こっち正面だとこれ多分取るようになっちゃうと思うんですよ、うん、で裏枝がなくなっちゃうっていう、まあ裏枝のあるなしだけですかね。だから多分正面決めるときって、いろんな腹のへこんでるのは何点とかね、差し枝が何点とか裏枝が何点とかって多分その差し引きで最終的にあの正面決めると思うんですけど、まあ今回の場合はこの辺の裏枝これですね、この辺と、もうまた息の感じがいいんですね、流れがね、うんうん、ということでそうするともう確実にこれが太くなっちゃうんで、はい、これ抜いちゃおうと、会長さんすいません、これを作らせていただきますので、あとちょっとこの辺も多いんですけど、そうですね、こっち流れですからね、私なんかよく作るのはこの辺だとちょこんと作るんで多いんですけど、まあせっかくなんでこれ下げて、でこれも段にしてみてですね、ほうほうほう、ちょっと作ってみようかなというふうに思います。まずちょっとこれ抜いちゃいますね、はい、長くなりそうですね、長くなりそうですね今日はちっちゃいからちょっとちっちゃいからって言ったけどここですね、はい、あ、それと、ごめんなさい、これ説明しなかったですね、赤松ですあの久々に赤松です。で、ちょっとね、これも初心者の方に言っておきたいのが、赤松と黒松って非常に近いんですよね、松類の中でも。で、赤は葉っぱが柔らかいっていうんで、我々自分の木だとこう触ると葉っぱ柔らかいんでね、やるんですけど、あの盆栽園ってそういうことは絶対やらないようにしてくださいっていうことですよね。結構やっちゃうかもしれない。やっちゃうかもしれないですけど、あの葉っぱはやっぱり先端こう触ると傷んで茶色くなったりね、枯れたりするし、やっぱり園の方に非常に失礼なんで、でもう一つの見分け方としては目がですね赤いんですよね、 赤松は ね、これね。で、黒松は黒じゃなくて白いです、はい、そこも見分け方なんで、まあ、ぜひそこの目でね、判断してもらえれば、まあ、触らなくても分かるかなというふうに思います。であとは決定的に違うのが、もう今10月の、まあ、今日の日でいうと10月末ですよね、物価30ですよね。11月入ったらね、私はもう赤松は針金掛けはやんないですね。あ、そうです。非常にあの折れやすい。そこは赤と黒のが近いようで全然違うところ。そっか、ひるまさん結構何月、夏とか6月とかやりますよね。赤松はねやっぱり水吸ってると柔らかくて曲がるんですけど、はい、乾燥してくると硬くなって折れますんで、はい、ここはね赤松と黒松の大きな違いなんで、はい、そこも、ちょっとよく覚えておいていただきたいな。ちょっとあといらない枯れてるやつを切ったりしますね。でこれの最大の問題は先ほど言ったここですね。ここどうなるか、曲げるのは楽なんですけど伸ばすっていうのはね、やっぱり一番嫌な作業ですね、うん、なんでちょっとそこからまずやってみたいと思います、はい、そしたらこの枝とこの枝を下ろしていきたいんで、これはこことこう両方かけないといけないですから、うん、それでもう一つこの裏とこれとかっていうようなかけ方になると思いますね、はい、16番線ですね。一番気をつけなきゃいけないのはこれをどう曲げるかなんで、うん、こっち回転ですから、そうですね、
ちょっと肌はね、取れますけど、今日もちょうど浜野会長の講義があったんですけど、赤松はね、肌は取れてもいいよって、なんか、一皮むけたって、そういう言い方もするらしいんですけど、赤はね、赤は公園とかのやつも、皮が剥がれて、そう、赤いね、肌が見えてますからね。そう、そうなんですよね。で、とりあえず、まあ、ここら辺まで、かけておいて、はい、それで、一つはこの肩の上に針金が入ってくるよということと、私がずっとこの動画で言ってきたのは、角、背中に当てなさいって針金は言ったんですけど、背中に当ててこれを開くと ここが確実に割れる、ここを開きたいんですね、こういうふうに。あ、そこですね、ここを開きたい、こう下ろしたいので、そうすると背中に針金をかけれると確実にこう割れます、パックリ割れます。で、これは、昼間理論で言うと、伸ばしたい場合は腹にアルミ線じゃない針金を持ってくると、これはね、もう自分の理論だけしかなくて、誰からもこの腹にね針金入れるなんていうのは聞いたこともないし、本でも見たことないんですけど、その方が割れづらいだろうということで、ちょっとやってみたいと思いますんで、はい、伸ばすときは背中じゃなくて腹に、はい、アルミ線じゃないで針金を入れると何度も言い間違えちゃって、はい、これもっとこっちか、非常に、危険なんで、かなりびっしりかけた、隙間開けずにですね、でじわじわじわとちょっと下ろしていきたいと思います。曲げるのはね、本当簡単なんですけど、伸ばすっていうのが一番難しいですね。あ、でも下がりましたね。見てください、このファッション。昼間さ、全然格好違う。真冬の格好だ。シャレちゃんちゃんこです。忘れてきちゃった今日家に。これがね、ちょっと長いんで、ここ先端ちょっと詰めます。こちらが流れなんですけど、この先端と、あとこの下ですね、枝がごちゃごちゃっとしてるんで、この下を取っちゃいますね。これとこの下ですね、今度はこの裏枝とこれですね、はい、ちょっとかけてきます。はい、ということで、とりあえず針金かけは終わりました。一番ね、課題だったここの差し枝っていうかね、いいですね、これが落とすことができました。先ほど説明したここにね、針金が入ったことで特に割れることなくしましたということですね、したんですけど、先端はこうちょっと上げてあげると、一応正面この辺に、したんですけど、幹模様としてはね、この辺の方が大きい模様があるんですけど、やはりここの型を見せろですね、ここの手が少しでも見えないといけないんで、そういう意味からここがギリギリ見えるところでここと、であとまあ幹模様が あってこの辺もね、持ってきたところがなかったんで、とりあえず後ろ持ってきましたけど、はい、はい、であとなんかとなくこのカクロンと落ち枝が自分なりに面白いなと思ってストーンと落としてみました、はい、はい、まあちょっとね、ここ枝いっぱいあったんでなくてもいいんですけど、まあ、ここ2つ重なるんですけど、まあ面白いなと思って、であとこの辺はね、なんか畳み込んでぐちゃぐちゃぐちゃっと、この辺見えますかね、この辺とかね、こんな風に寄せて、とりあえず、畳み込んでギュッと、何しろこっち流れなんで、はい、はい、これ凝縮させたっていう感じですね、はい、上の方は全然まだあれを針金かけてないですけど、はい、もうすぐ昼なんで、もう気持ちが焦っちゃった、はい、見つけはちょっと変わる、ちょっとね、起こした方がいいかなっていう感じですかね、はい、苔順が見えるというかね、そうですね、やっぱり枝をね、苔順もそうですし、こう枝を見せていってね、でさっき一番最初言った裏枝がここに一応できたんで、はいはい、肩を見せるっていうことですね、であとはそうですね、今これで作ったんですけど、くどいんですけどね、こっちの幹の感じはいいんですよね、
でここも差し枝が見えるようになりましたから、まあ、ちょっとこれが前段になっちゃって邪魔になるんですけどね、頭を思い切ってそっちへ返して、これぐらい枝にしてなんていうのが将来あるかもしれないですね、うん、まあそこら辺は、いいんですよねここね。この、うん、ここのね、あのへこんだ感じのとこの落ちがね、ちょっとこれももうちょっと前に振ってきて、そうですね、うん、何しろこれをグッて言って前に持ってくれればあの将来あるかもしれないですけど、まあとりあえずはねって感じで素晴らしいです。いやいやいや、これであの、まあ、ミニ盆栽買ってきてね、どう作るっていう正面難しいんですけど、まあいろいろあの正面の決め方はプラスマイナス考えてトータルで、こことしたということですね、うん、とりあえず言うことないですけどこっちの衝撃がね、あそうそうそう、こっちがね、この衝撃が今日はちょっと大きかったですね、はいはい、そうなんですよね、あの同じあの作者のね会長さんが作られてるやつなんで、うん、まあ今度ねまたこれをぜひチャレンジしてみたい、場合によってはこの冬、うん、500円だったら買う。500円ではないよ、1000円ぐらいするかもしれないけど、そかちょっとね、これを作れそうな素材が今あったので、そうありましたんでね、もしかしたらチャレンジしてると思います。はい、はい、ぜひ。です。で、あとまた近々あるイベントじゃない、なんていうんですかね、企画が。あ、そうですか。え、僕も関係します。知ってるんで。え？ああ、はいはい。まあでもだいぶ先ですよね。だいぶ先ですね。あ、そうですね。ですけど。来週撮影があるんですけど、そうです ね新たな企画がまたご紹介できると思います。また僕はすっぽかせないようによく言っときますね、はい、ということで、はい、商品盆栽あなたも作ってみてっていうやつですね、はい、はい、じゃあありがとうございました。会長すごい世界があるんですけど、すごい世界がある、え見てほしい、そうです、見てほしいんです、これこの間5センチですね。ミニ盆栽。ミニですね。ま、ミニか豆。豆ですね。10センチでミニって言ってる。買ったの？これは所沢の方のミニ盆栽の展示会。いくらしたこれ？これまあ、なんですけどね。何ぐらい売れるよ。あ、ですね。で、これ鉢がまたあの作家さんの有名な方で、うん、ミニ盆栽の世界では。ね、これで踊りもできるしね、グッとね。そうなんです。だからよかった。今まで我々は味わったことのない世界ですよね、こういう。そこまで作るっていうのはね、普段の持ってる人はね、そういう目的を持ってやってるからあるんですね。そうですよね。これね、よく描いちゃうと大きくするっていうこと自体が、もうこういう世界から逸脱しちゃうからね。そうです。売らなくてよく作ってたね。畳み込んで3年だって言ってましたね。あのこれ作ることに喜びを感じてる人だよね。そうです、そうです。商売としてやってない人だと思うよ。あ、そうです、そうです。でしょ？あのアマチュアの方ですけども、うん、商売としてやって。たんだらここまでやるね。そうねみんな捉えちゃうからね。はい、そうですね。ここだね。面白いですね。大事にしてください。この世界は面白いですよね。こんなこういうの可愛いって買ってくるんですよね。最高だよ。最高ですよね。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。買えたってことなんですか。そうですね。いやそうなんです、そうなんです。いや本当だよ。買えないんです。これ取り合いになっちゃって。